はい、こんにちは、まえちゃんねるまえはるです。今日はこちらですね、うん、妖怪ウォッチジバニャニャオニャオです。はい、こちらはですね、どういうものかというと、カードを引いてジバニャのやつをこっそり取っていくっていうゲーム。そうだね、うん、それでジバニャを起こした人が負け。その通りでございます。全部説明してくれましたね、うん、はい、何はともあれ開けていきましょうか。うん、よし、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、おお、ジバニャ埋まってた。あ、出てきた、出てきた。おお、じゃあちょっと組み立てていきましょうか。うん、はい、それではですね、組み立ててみました、うん、こちらが本体だね、うん、ジバニャ今寝てます、うん、で、ここにジバニャの餌が入ってますね、うん、ジバニャの餌は赤い魚と青い魚と小さなチョコボ、うん、大きなチョコボ、うん、はい、これがありますね、うん、それでこのカード、うん、これの中に書いてあるものを引いていくわけだ、うんうん、おやつカードは全部で18枚あって17種類あります。ノガッパでしょ、バクロバー、ジミー、ドンヨリーヌ、ホノボーノ、ムリカベ、キュービ、コマさん、コマジロウ、メラメライオン、リュウくん、ロボニャ、チカラモチ、ブシニャ、ヒモジー、ウィスパー、そして最後に人面犬ですね。はい、それではやっていきたいと思うんですけれども、一回ですね、優しいモードでやったんですが、全部取れちゃったんだよね、うん、なので、難しいモードでいきたいと思います、うん、はい、ちょっと優しいモード、どんな感じか最後のとこだけちょっと見せちゃうか、うん、はい、こんな感じ、うん、1本 OK! デカチョコボ1本、デカチョコボ1本、あれ、では難しいモードでもう一回改めてやりたいと思います、いきますよ、せーの、ほい、なんか難しそう。はい、ではどっちがカード引くかやっていきましょう。最初はグッじゃんけんぽい。はい、しんくん、じゃあパパか、パパから、はい、じゃあいきます。うわ、全部一個ずつ無理、無理壁、無理、デカチョコボー一個と、うわ、怖い、ちっちゃいチョコボー一個と、青い魚と赤い魚、よし、全部取れた、よし、次、エイシンくん、赤い魚一匹、青い魚一匹ね、頑張れ、オッケね、うわ、全部1本ずつ回ったパパはあ、でもこれラッキー、赤い魚とデカチョコボ1、うん、で、ちっちゃいチョコボでしょ、あと青い魚、あ、びっくりした、これね、ここ怖いんだよ、青い魚、オッケー、取りました、チョコボ1本、赤い魚1匹、チョコボ1本と青い魚、赤い魚1匹ね、大丈夫だった？はい、じゃあ次パパパス、チクショー、やったー、パパまたパス、エイシンくん次、チョコボ1本、チョコボ1本、ノガッパ、よっしゃ、これ簡単、はい、じゃあパパね、青い魚2匹、ドンヨリーヌ、パパ負け、やったー、勝った、はい、そんな感じでしたね、うん、いやー、びっくりした、結構ガタンってくるよね怖い、もう一度ちょっとわざとやってみましょうか、じゃあ難しいモード、難しいモードで、これ何回か、あ、ちゃんと言うんだね、こうやってね、パパとエイちゃんちょっと上手かったんだよ、一回も言わなかったもん、あー、こうやって言うんだ、これ結構すごいよね、すごい、ちなみに飛び出したジバニャンはこんな顔しておりますね、はい、優しいモードニャン、優しいモードでもちょっとわざと起こしてみましょうか、いくよ、チョコボ取るニャン、おお、早かった、オレンジのチョコボ取るニャンって
俺っちのチョコボを取るにゃんなんだ、優しいモードは、うん、百裂肉球じゃないんだ。うん、なるほどね。そんなに怒ってないってことだ、優しいモードは。うん、難しいモードだと怒ってっから百裂肉球してくんだ。ああそういうことだ。あ、面白かった、びっくりした。はい、ということで今回は妖怪ウォッチのジバニャンニャオニャオでした。